今月6日に自身のインスタグラムで引退を示唆し、同日夜に撤回したお笑い芸人の星田秀俊、旧芸名、星ちゃんが22日、フジテレビ系、バイキング、月から金、前11、55に生出演し、騒動について語った。星田は引退について、ずっと考えてた。相談するとみんなから続けろと説得されるから、ゲリラ的に言って退路を立たないとやめられないかな、と思った、と突然発表した真意を告白。夏頃からいろんな理由の複合で引退を考えていた、と振り返った。すぐに撤回したことについて、番組レギュラーの坂上忍は、子供じゃないんだから、どうしたと思った、と感想を話すと、自分で突っ走ってしまった。こんなに皆さんが思ってくれると思っていなかった、と反響の大きさに驚いて考えを改めたことを打ち明けた。また、MC のフットボールアワー、後藤輝元から、引退後のビジョンはあったのか?と聞かれると、漠然とあった、と答えたが、性格的に友達もあんまりいなくて、何でも一人で決めるタイプで、奥さんにも相談していなかった、と事前に誰にも報告しないままの引退発表だったことを明かした。